タレ非常に美味しいので、パラッと。はい、それではですね、本日は皆様にご報告があります。ウームやめました。理由としましては、僕がコンプライアンスに反しすぎてこれ以上迷惑かけられないと思いまして、自らこれ絶対怒られるよねこれね。はい、どうも、無所属のリュウジです。 YouTuber の中でも大変珍しい事務所に所属してない YouTuber です。悪ふざけが過ぎました、まあ、今回はですね、悪魔のレシピ本ね、この表紙になってアボカド漬け丼、これをね使ってアボカド、まあ、これを作っていきます。レシピがないと料理作れないんですよ。なんでかっていうと、僕2000レシピぐらい持ってて全部忘れてるので、その都度なので、今日は悪魔のレシピを見ながら作っていきます。リュウジのバズレシピ。作っていくにあたってアボカドを漬けておくんですね。はい、で漬けておく間にやっぱり手持ち無沙汰になってしまうので、手持ち無沙汰にならないためにこいつをなんやかんやしていこうと思います。ジャックダニエルをね、炭酸水を注いでいきます。やっぱね、アボカドの漬け丼ね、やっぱハイボールでしょ。いただきます。いやー、たまらんち。早速やっていきたいと思います。アボカドなんですけども、売れてるやつを使ってください。黒光りしてるやつ、このヘタがね沈んでないやつ。アボカドさばいていきますね。刃を入れてぐるっとこうやって回していきますね。一周回ったところで、くるっと回すとね、こんな感じで2つに分かれますので、これいいアボカドですね。種がちっちゃくて実の部分がいっぱいあるんで、でここね、こうサクッとやってサクサクパンダ。今回はね、結構ね売れて非常にいいアボカドになります。こうやってねペリペリとね皮むけるんですね。こんな感じで剥いちゃってください。はい、こんな感じですね。はい、いや、いいアボカドですねこれね。今回漬け丼なので、ちょっとね感覚的にはマグロみたいな感じでやりたいんですね。なので斜めに切っていきます。斜めにこうこんな感じで、はい、ね、はい、こうバラリとしてね、こんな感じで入れていきます。で僕ね、いつもね、これ使ってます。めんつゆ使うんですけども、3倍、濃縮のものの、ヤマサの昆布つゆ。これ、僕好きなんですよね。で、これを、大さじ2杯、加えていきます。結構ね、俺はたっぷりめでいいと思います。はい。あ、3倍やりすぎ。2倍ぐらい。ラー油。ね。ラー油。もうこれ、これ、ね。もう僕はちょっと辛くて、今ね、ちょっとね、刺激が欲しい年頃なので、多めに入れました。こう軽くね、軽く全体混ぜてですね、味をね入れていきます。10分ぐらいつければね、アボカド結構柔らかいので結構ね味染みてくるので、10分ぐらいつければ大丈夫だと思います。はい、なるべくね、一つ一つ剥がしていった方が味を染みやすくなるので、まあ、こんな感じですね。常温でいいです。ご飯あったかいので、常温でつけておきましょう。炊いたご飯でもいいんですけども、僕ね里のご飯温めます。はい、それではですね、はい、それでは佐藤のご飯が炊き上がりましたので、はい、必ず炊きたてを用意してくださいね、これね。あ、別にお釜で炊いたやつでも全然平気ですよ。で、アボカドをね、まあもう十分つけたアボカドなんですけども、まあ大体、なんですかね、こんな感じで周りから固めていく。恋愛とアボカド丼は周りから固めていくのがいいらしい。結構大きいサイズ使ったので、まあ、そこら辺はね、加減していただいてでも全然平気です、ね、アボカド丼がね一番盛り付けがね難しいんですよね、いつもね。まあちょっと余ってるんですけども、これはちょっと後でおつまみで食べますんで。でタレ非常に美味しいので、全体的にかけてあげてください。はい、のりさんをかけていきます。これね、お好みです。たっぷりがいい方はもうたっぷりかけてあげてください。海苔の海の香りを入れていただくと香りがね良くなるんですね。パラッと、
で、これね、白身ね、今回取っといてください。この白身ね、後で使いますから。ということで、アボカドの漬け丼完成です。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。いただきます。あー、うめー。アボカドはめんつゆに使ってるかもしれないですけど、僕はハイボールに使ってますね。黄身を潰して、このトロトロになってます。いただきます。最高にうまいですね。めんつゆ1本でこんなに味決まるもんってあるって感じですね。手間は必要最低限が一番いいですよね。僕ゆとり世代なので、結果だけ欲しい。結果を求める今時の皆さんにですね、非常に合ってると思います。このままでもまあ非常に美味しいんです。まずわさびを用意してください。わさびをね、ほんの適量、アボカドとね、ご飯ね、全部ね混ぜちゃいます。混ぜご飯っぽくなるんですよね。これで、わさびのね、うまみもね混ざってます。ここにですね、さっき取っといた卵白です。これ卵白入れてください。はい、卵白を食べるために3日間、夜しか寝ないで考えたやつです。アボカド入りの TKG ですね。この非常にうまい、いただきます。果てしなくまろやかですね。これね、ちょっと卵白が入る分味が少し薄くなるので、さっきつけといたね、このタレをちょっとおいらね、お祈りしていきます。たまらん、たまらん。あー、うまっ。あー、セーブできないんだよね。ぜひ皆さんやってみてください。ブームやめました。入ってない、ブーム入ってない。もうちょっとガッツ、そう、ガッツ突っ込め。いや、もう編集でやった方がいいと思う。編集でやるか、テロップでね。はい。